皆さんこんばんは。今日は私の友人のあわすこさんが以前上海にいた時にですね、撮った写真を見ながら雑談したいと思います。それでは今日あわこさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今回はですね、はい、いつも何かのテーマに沿ったりとか、はい、まあ、今の中国の最新の状況の話とかを雑談対談したとかしてるんですけど、はい私の古い SNS に本当に昔10年ぐらい前に撮った上海の写真が転がっていたので、はい、なんかそういう一昔前の写真を見ながら、はい、ユウさんと雑談したいなっていうのがあって、いいですね。はいはいはい、で、まあ、いくつか上海以外の街にも、上海もありますし上海以外の、はい、街もあるんですけど、はい、まあ、まずは上海という形で、はい、やらせてもらえたらと思います。わかりました。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、はい、では早速、はい、これは、はい、上海万博が開催されてた時の、はい、ワイタンの写真ですね。はい、はい、エキスポって書いてますね。そうですね、私もこの時は上海住んでなくて駐在前で出張できて、はい、まあ、ちょっと写真を撮ったっていう時だと思うんですね。うん、ちょうど10年前 で、はい、でワイタンもこういうふうに上海万博のこういうエキスポっていうふうな、はい、こんなものがあったりとか、はい、で右の写真も、はい、まあ、よくある上海の風景ですけど、はい、あれないですね。上海センターがまだできてないんですよ。そうですね、上海中心、はい、上海中心がまだできてない。森ビルはありますね、これ、うん、森ビルと、はい、万民銃があって、うん、もう一本今だったらと思うんですけど、これ上海万博ってことは2010年ですね。そうですね、うん、はい、うん、あれ万博が始まった2010年4月とか5月とか、ね、2010年の4月から10月ぐらいだったかな、はい、確か。そうです、はい、多分これ春先とか、はい、5、6月とかに行ったんかなって。そんな感じの服ですねちょっと古いですけど、そうですね、うん、はい、私も万博はもうこの時住んでたんで3回ぐらい行きましたね。はい、上海市から1回チケットを無料でもらって行きましたね、はい、住んでる人に全員外国人でもくれたんで、その時は。実際入りました、うん、日本館とか中国館とか。日本館は入りましたけどね、中国館はなんか5時間待ちぐらいだったんで3回行ったけど結局入らずでしたね。私も出張で行ったので、はい、さすがにこう悠長に感覚見るわけにもいかなかったんで、まあ、はい、どこ行っても3、4時間待ちますよみたいなことを言って。そうですね、はい、まあ、なんで行ってはないんですけど、まあ、上海万博の頃の上海の、雰囲気を知ってるというか。この頃もう上海が大きく変わった時ですね、2010年で。そうですね、はい、ただ私、まあ、出張っていうのもあって、はい、まだスマホとかは持ってなかったですね、この時は。出張用の携帯を、はい、レンタルして、はい、それ使ってたと思うんですけど、多分スマホじゃなかった。そうですね、私もこの時ガラケーでしたね。だから上海万博の会場とかも今だったら多分スマホ使ってこう入場したり、うん、いろんな案内したりできると思うんですけど、この時まだそんなのなかったですね。そうですね、はい、でこれ撮ってる写真も多分デジカメで撮ってると思うんですよ、うん、そうですね。でちょっと大きくしてしまうとですね、はい、画素数が悪くて、はい、結構汚く見せるんで、まあ、これぐらいのサイズが限界かなと。はいはいはい、次の写真、はい、今度まあ夜景なんですけど、はい、あ、左は多分ワイタンじゃないです。ワイタンかな、これどこですかね、人民広場とかですか。いや、そうですね、人民広場っぽいですね、はい、南京東路の、はい、辺ですか。
ワイタンって書いてますけど、ちょっとすいません、多分左は違うんですけど、右の方はワイタンからルージャズイの方を見た景色ですね。そうですね、よくある景色だと思うんですけど、やっぱちょっと今の上海と違う、今の方がもっと華やかですね、多分。うん、ちょっとライトアップが足りてないなって感じですね。そうですね、で今この会場レストランみたいなのありますけど、はい、伊集さんこれ乗られたことあります？1回だけありますね、去年乗りましたね。そうですか。いやこれいいですよ、何度か、これいいですよね、すごいよ。で特にこの2010年とか本当に中国がすごく成長した時に乗ると、なんかその時の気分が味わえて、そうですね、すごい楽しかったのを記憶してますね。確かにこの上海、北京オリンピックの2008年、上海万博の2010年、このあたりが本当中国っていうかね、私個人的なあれですけど、もうなんか一番輝いてたって感じはしますね。なんかまあ雑多な雰囲気もありつつ、なんかでも勢いもすごい感じ。そうですね。で、まだこの時ってデジタル化がそんなになかったんですよね。まだスマホ決済とかもなかったし。そうですね。この後やっぱりインターネットのデジタル化でまたガラッと変わるんですよね。今この2020年コロナが中国国内というか、はい、この上海では収束してるんですけど、この会場レストラン、はい、今やってるんですかね。多分もうやってると思いますね。はい。で、これに乗って食事優雅にしてもいいし、私一回街歩きで偶然見つけたんですけど、ただ単に川渡るだけの、生活してる人の移動だけの二輪車とかの船もあるんですよね。あれだと1元か2元かすごい安いんですよね。まあでもこの船、こっちはね、まあぐるっといろいろ回るんで、すごい乗る価値あると思いますよ、これ。そうですね、まあ、コロナがだいぶ収束してきて、日本の方も上海にちょっと旅行したいみたいな方がいらっしゃったら、ぜひね、このワイタン行くのはもう定番中の定番なんで、まあ、ついでにこの会場レストランみたいなの乗ってね、そうですね、楽しむのもありですよね。なんかいいですね。で、次なんですけど、あと次は、上海も定番スポットみたいな形で、左から丹津ドンルー、で真ん中が多分テンズファン、テンズファン、で真ん中のこのやつは多分人民広場の近くにあった上海万博のなんか、キャラ、ですね、そうですね。で、シュージャーホイの、シュージャーホイメトロシティのとこですね。そうですね。で一番下があのファンピーナンルーのアップルストアがある、ああそうですね、まあ、ここもファンピーナンルーはそんなに変わってないなっていう感じ、そうですね、やっぱタクシーが古いなって思います。今この古いタイプのタクシーだいぶ減ってきましたね。白とかね、オレンジとか赤とか、水色とかありません、このタイプ減ってきてますよね。そうですね。あとね、あの変わったといったらこの中で一番どこが変わったって、多分このタゴボテンズファンが多分一番変わってるんじゃないかなと思うんですよね。コロナが終わって一回行ったんですけど、もうすごいなんか店が増えて人が多かったですね。もう観光地っていう感じでしたね。でも、当時からも結構こういうね、ラオパンツというかこんな雰囲気残して、そうですそうです、芸術的だし、おしゃれはおしゃれでしたね。今もっとね、若い人が多くて活気があるというか、もう本当なんか観光地というか、まあ、人が多いですよね、とにかく。まあ今で言うとこのあれじゃないですかね、 SNS 映えする場所。そうですね。あ、そういえばあれ、旧米館さんって知ってます？旧さん、この中あのテンズファンの中の店、旧衛館さんっていう人が、台湾人の人でいて、日本に台湾からなんか
移住というか亡命というかしてですね、もう亡くなった方なんですけど、まあ、何年ぐらい前かな、5、6年前か10年ぐらい前に亡くなった人で、亡くなった時が多分もう70何歳とかなんだったと思うんですけど、直木賞作家でその台湾のことを書いて、直木賞も取って、まあ、小説家であり、投資家であり、事業家の人なんですね。で、このテンズファンの中で、キューズカフェっていう喫茶店やってたりしたんですね。で、そのおじいさんは自分でやってるわけじゃなくて、その QA 館っていうなんか投資グループとか事業グループみたいな人がいて、そのおじいさんのファンというか信者というか で、そういう人らがここで一人カフェやってたりしましたね。で、なんかコーヒー飲みに行ったことありますね、一回。その Q さんっていうのは、まあ、今もうないと思いますね、そのカフェは。で、その時はやっぱり勢いあったんで、その Q さんがですね、日本から投資仲間を連れて中国に視察に来るんですね。2ヶ月に1回か。まあ中国だけじゃなくて、世界旅行を回って、最後中国、上海でなんか食事会するっていうのがあって。で、中国に来た時になんか中国の会社を見に行ってですね。で、当時まだスマホとかで株とか買えない時代なんで、大体まあ対面取引、証券会社電話して買ってる人が多くて、特にまあ年配の人とか。で、中国の会社見に行って、Q さんがここがいいって言ったら、みんな一斉に携帯電話で証券会社に電話して、株価がガンガン上がるんですよね。みたいな そうなん感ですじよ。です。で、俺もその情報をいろんなところから聞いて、すぐ仕込んで、儲けるっていうのをやってましたね。で、まあ、その人の先見の明もあって、そのそうです株ね。が上がるんですね。上がるんですよね。その人が上げていると言っ ても過まあまあ、言ではそないれでもあするね。んですけどね、小さい会社だとみんなが買うとそれだけで上がってしまうんで、なかなか面白かったですね。で、その投資視察団に参加してる人ってめちゃくちゃ金持ちなんですね、みんな。っていうのは平日に普通に2週間とかで世界回るんで、しかもなんか参加費が1回200万とかなんで、それ2ヶ月に1回ずっとやってるんで、普通の人だとなかなかできないですよね。なんなんかか、話がそれてしまいましたけど、バフェットさんとかとも、1回昼食かディナーするだけでもなんか何百万円とかそうですよね。してるんで。すごいお金いりますよね、あれ、食べるだけで。まあそういう方いらっしゃるでしょうね。カリスマ株投資家。そう。なんか、タゴボーはそれで思い出しました。その Q さんがそこのタゴボーの開発の初期の時になんかすごい言ってたんで。まあね、10年前からっていうか、まあ、上海のおしゃれスポットといえば、新天地とか、このテンズファンって必ず出てくるんでそうですね。ね。まあ、左の南京ところは、まあ、そんなに今も変わらない変わっかなってていうない気がのしかますけど。な。なんかでもこの写真見るとなんか古いなって感じがしますけそうどですね、ね。古いなって感じ。だから、体感10年前って言ったら、2010年って割と最近かなっていう感触はあるんですけど。ちょっと写真で見ると、この画像の粗さもあって、そうです古いね。なっていう気もしますね。やっぱこの時のデジカメと今と全然違うんでしょうね。しかも私のデジカメ、これ2010年でもちょっと古めだったんですよ。2007年ぐらいに買ったぐらいのやつ。余計そう思うかな。アップルストアの写真はこれなんか今とあんまり変わってないような気はそうすでするんですけね。どね。中じゃこれはちょっとでもか違うかな、今と少し違いますそうですね。ね。あのメトロシティの横とかも今、なんかビルできてますからね。そうですね。こんな感じですね。で、その次が4円なんで4す円。けど、で、これも万博仕様になっていて、この右上の こういうのがけ、あの、展示されて、展示っていうか、まあ、掲載されてて、まあ、4円は4円なんで、いつ行ってもまあ変わらないは変わらないんですけど、まあ、右の真ん中の写真見てると、やっぱり、今の中国の方と雰囲気違うなっていう、そうですね。やっぱりなんか服古い装となーっか、て。
髪型とかなんかちょっと違うなっていう。そうですね。多分まだまだ髪染めてる方がね、少ない。多いから。でも少なかったと思う、この時は。あと、女の人もメイクしてる人がやっぱり少なかったですよね、10年前とか。そうっすね。確かに、こう見てると多分してないんでしょうね。まあ、4円こんな感じ。その次も4円なんですけど、これは何が言いたかったか、多分言いたいかというか、取ったかというと、人がすごい多くて、そうです今ね。4円、コ今ロナ明けも、て4円は今多いどうでしなんですょう。コロナ明けてもうみんなめっちゃ来てると思いますよ。ですよね。もう一回コロナの直後、明けて直後ぐらい誰もいない4円を撮影に行ったことあるんですけど、まあ、あんな4円珍しいですね、多分。一つ人気スポットで、やっぱ地方の人が来そうてでするんじゃないでね。すかね、今。そうですね。今、地方の人は、特に海外旅行行けないから、みんな地方の国内旅行すごい、行ってますよ。この当時、これ写真結構ブレてるんであれですけど、人をかき分けていくの大変でしたね。そうです肩ね。とかられて。そうですね。昔はよくぶつかってきましたからね。今これだけ人がいても多分みんな気をつけながらこう歩くんだと思うんですけど、当時はもうかき分けながら歩くっていう感じだったんで。そうですね。その次が雑技団なんですけど、でも久しぶりにこの雑技団の写真を私見て、あ、そういえば中国っていうか上海って雑技団のイメージあったなって思い出したぐらいですもんね。上海住んでると雑技団ってなんか忘れてしまいません？そうですね。まず行かないし、聞かないし、話題にまあ、行もかなならいでないすですよね。ね。でもこれ行く私価も値あこりれ、ますよね。出張の時の、こう夜なんで、仕事終わってからなんですけど、行って、で、上海、住み始めてからお客さんが行きたいって1回連れて行ったくらい、2回ぐらいしか行ったことないんですけど。私も2回かな、まだ。15年住んでて。でも、これは、ギョンファン十円ってところですよね。雲に峰って書いて。私もそこ行ったかな。何箇チ所かあケッりますトよね、これ代、も。そうですね、チケット代いくらだったかすらももう忘れてしまいましたけど、覚えてないですね。100円、200円とかしたんですか？どれくらいだったかな。ちょっと本当、200円もしませんよね、多分。どうなんでしょう。でも今と昔ともしかしたら高くなってんのかな。こういう右の、まあ、多分女の子だと思うんですけど、まだ大人になってない。グラフ回したりとか。で、次の写真も、雑技団なんですけど、こういう球体の中に一人ずつバイクで入っていって、ぐる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 回って、で、2台、3台って入っていて、こうぶつからずに、走り回るっていう。ショーなんですけど、パフォーマンスなんですけど。で、なんかその球体、今この写真見てると分かると思うんですけど、球体の上の方と下の方がこう、こう隙間が空いてきて、で、真ん中でこう、ぐる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 、こう、遠心力を使って、回るっていうパフォーマンスをしてる時の写真ですね、これ。で、右がまあ、普通に男の人が女の人を捕まえて空中を回るっていうやつなんですけど、そうですよね。これ雑技団見に行くといろんなものがこう凝縮されて次々出てくるから結構いいですよそうでね。すね、飽きないですよね。2時間ぐらい見るんでしたよね、確か。そうで1す時間ね。ぐらいかな。なんか皿回したりとか、ほんといろんなことありますよね。
全然こう上海に住んでたりとかも慣れてくると、うん、雑技団とっていうなんか印象が全くなくなってきて、まだ話題に上がらないですねこれ。久しぶりにあそうこの写真見つけてあそういえばそうだったみたいな逆に思い出しました、ね、これ街歩き動画で撮影行ってみようかな。でもあこの最初から最後まで雑技団ずっとビデオに撮ったら怒られそうですよね。でも怒られそうですよね。ネタバレするからちょっとずつ撮ってあれですけど、うん、この当時はみんなカメラとか持って撮影してたと思うんで、うん、今はもう携帯があるから動画だろうが、うん、あのカメラあの写真だろうが撮れると思うんですけど 撮ってもいいのかどうかわからないですね。そうですね。雑技団一回行ってみようかな、うん、劇場前ですか。いや、まあ、劇場の中もこう撮影してみてみんなにこんなんありますよっていうので、まあさすがにフルで撮るとちょっとまずいから、うん、ところどころちょっとダイジェストで撮ってっていうのだったらあれかな、うん、まあ、初めて上海に遊びに来たとか旅行に来たら、はい、ね、まあ、さっき言ったようなあのワイタンとかヨエンとかは当たり前ですけども、はい、夜になってくると、はい、まあワイタンの景色撮るのもいいですけど、雑技団見に行くっていうのも一つ。そうですね。定番じゃないけど、まあいいですよね、特色あって。そうなんですよ。ただこれ、雑技団って夜7時からとかなんで、これ見ると食事がなんかやりにくくなるんですよね。うん、そうですね。うん、7時からで、ね、まあ6時ぐらいからご飯食べてしても、ちょっと早いし、はい、うん、終わってからで9時とか。で6時から食べて雑技団の会場に入ろうと思ったらちょっと時間ないじゃないですか。5時ぐらいから食べないといけないんでちょっと早いなっていう感じするし、雑技団今度終わってから9時ぐらいから食べるって言ってもまた今度遅すぎるんで、なんか見ながら食べれたらいいんですけどねこれ。そうですね、うん、まあ、なんか変わってるかもしれないですよ、もしかしたら背中システムというか、ディナーショーにやったらすごいいいと思うんですよねこれ、値段高くして、うん、はい、はい、で次なんですけど、これ老人公園、ね、あ、はい、左の人は男の人、まあ、はい、お年寄りに、まあ、年配の方なんですけど、はい、まあ、こういうふうに女性もののこういう衣装を着て歌を歌ってるんですね、はい、でその歌も結構女性の声みたいな、お、すごい高い歌で歌ってて、はいはい、でその歌に気を取られ、まあ、この人の格好にも気を取られたから多分写真撮ったんですけど、はい、うん、で真ん中はあの水で注射器かとか、はい、まあ、人によると思うんですけど注射器とかなんかこう浄炉みたいなので血を書く人、はい、水で、はい、うん、多分字神って書いてあるあれですけど、ほほほ、結構画数の多いような、はい、字を書いて、で周りの人を見るみたいな、うん、はい、なんかでもお金取ってる風じゃないんですよね、なんかただ単に趣味でやってる、そう、うん、この一番右側は、右側は、はい、あの二個を弾いてる、はい、おじいさんたちですね、はい、これもまあ趣味ですよね、まあ、今そうですね、うん、まあ、春先かなんかだと思うんですよ、多分こういう格好とか見てると、はい、夏でもなさそうなんで、まあ、なんで、うん、ね、春先とか秋とかになってくるとみんなこういう公園に集まって2個引いたり麻雀したりなんかしてますよね、まあ、今もしてると思うんですけど、はい、そうですね、なんかこう中国でこう年取った人みんなおじいさんおばあさんとか公園集まってなんか楽しんでますよねみんな、なんか楽しそうですよね、うん、はい、うん、まあ、平日になってくるとなんかちっちゃい広場でダンスしたりとか、はい、そうですね、なんかあとはギャンブルしたりとかやってましたね、よく、うん、なんか楽しそうだな、うん、そうですね、で次、はい、でこれは多分マラソンなんですけど、はい、マラソン出たのは多分、駐在員になって1年目の時と、はい、私が独立して
1年目、2013年とか2回、2回走ってるんですけど、2012年とか13年ぐらいですか、じゃあ。そうですね。あれ、これは。どれがスポンサーでした、その時。でしたかね。私もね、同じぐらいの時にハーフマラソンとかフルマラソン出たんですよね。で一番下の真ん中の下の写真ある、もうすでにあの中央間できてるから、間違いなく2011年以降。そうですね、万博会場の後を走ってるから、で、この時って、ワイタンからスタートして、これ、写真のようにランプダーチャを登って、はいね、万博会場のプードンの方行って、で、そうですよね。うん、私、ハーフなんですけど。はいあれでも万博会場のプードンの方行ったら最後シュージャフの太鼓館でゴールじゃないですか、はい、もう一回川どうやって渡ってたんですかねあれどうやって渡ってたんですかねもう忘れてましたね次あれ川どっかトンネル通ったんですかねなんかでもそんな覚えないんですけどね覚えないですねでももう一回橋渡ったイメージもないですよねうん橋は1回しか渡らない、往路の時しか渡らないですよね。でも、太鼓館行くには、もう1回川越えないといけないじゃないですか。うん、今ちょっとふと思って。覚えてないですね。覚えてないけど。で、フルもハーフも、ゴール、スタートとゴール一緒なんですよね。途中でがちょっと長くなるだけで。うん、そうそうそう、うん。5キロハーフ、フルでしたよね。5キロ健康マラソンで、南風ダーチョに行く前にも終わってしまったと。そうですね、なんか今は10キロとかもあんのかな、なんか、うん、あるんですか、なんかあったような気がするんですけど、わしもハーフ、フル、ハーフって3回連続出ましたね。もうでも、まあ、朝ね、6時とか、そのぐらいからこの今の集まって、真ん中の上の方の、はい、集まって、7時スタートなんですよね、でそうですね。で一斉に走り出すんですけど、はい、こう人がこんだけいるから、はい、後ろの方にいると最初歩くしかないんですよ、ね、そうですね最初5分ぐらい走れないですよね人いっぱいで、うん、であとはトイレなんですけどこれ仮設トイレいっぱいあるけど、はい、結局男の人みんな道でしてるんですよねそうですねだからマラソンの道の両端トイレなんですよねまあでもこのあれじゃないですかマナーもあが今は変わってると思うけど、私出た時もう、私も道でやりましたもん。トイレ待つの時間もったいないから。うん、今、こういうナンプダーチャを走るんですけど、はい、ナンプダーチャを上がっていくときに、こう、螺旋式にこう上がっていく、はい、そこで結構足に来るんですよ。あれめちゃくちゃしんどいですね。っていうのは、普段マラソンの練習で坂道なんか走ったことないじゃないですか、そうそうそう上海平地なんで。だすごい、はい、あの体力奪われましたね、あれ。私、その螺旋のとこでおじいちゃんに抜かれましたもん。今でも覚えてます。そうですよね。あれはマラソン走ってるとどん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 途中抜かれるんですけど、なんかめっちゃ太ったおばちゃんとかにも抜かれて、ね、いやーあの人そんなもん、なんであんな速いんやと思って。おじいちゃんとか、そうですよね。一番右下がゴールして、はい、普通にゴールしたらなんか参加。そのちゃんと照明と、はい、乾燥した照明と、はい、あとなんかチョコレートとかのお菓子の詰め合わせみたいな、そうですね、小さいのをくれましたね。うん、そうですね、いや懐かしいですねこれ。でまあ一番左が、はい、多分当時の上海の地下鉄の写真だと思うんですけど、ああ2号線でめっちゃ混んでますねこれ。これはまあ服が厚着なんで冬の写真かな、うん、はい、まあ、昔は、ね、こんな感じで入る人がこう押し寄せてきて出る人も押し寄せるんで、はい、もうすごいなんかぶつかって、もうそれこそさっきの要因じゃないですけど人をかき分けながら出ていくとか入るとか、そんなんでしたよね、はい、そうですね、うん、で目的地の2駅ぐらい前ぐらいからちょっと用意して、ちょっとずつこう出口に行かないと降りれないとか、そう、なんか気にしてましたけど。
そうです昔は。ね。今はもう全然変わりましたね。本当みんなちゃんと並ぶし、ぶつかってこないし。昔はこんな感じで、結はい。構、降りるのも乗るのも一苦労みたいなそうですこね。とがありました。はい、次で、はこ次れ、なんですけど、これは、一番左がですね、上海美術館っていうところがあって、アンチンシールの、人民広場の近くにあったんあるんですけど、今やってなくて、多分2012年か13年ぐらいに閉館になって、建物だけは多分残ってるのかな、ちょっとわからないですけいや、これは知らないですね。行ったこともないと思いますね。ど。でも私、中国学校、週末とか通ってて、それが人民広場にあったんで、その帰りに、私、ちょっと芸術とか見るの地味に好きなんで、寄って、まだ当時やってた時の写真ですね。で、真ん中の下のところは、アンロンルーのところ、シェイシャルーとか、アンロンルー、あの辺に RT ジャズっていうバーの真ん中の下の2枚はその店の写真ですよ。みんなこう、中国人の方でも夜になるとプレイしに来て、そっか、これ1回だけ行ったことありますね。アワッコさんとちょっと共通の音楽やってる友達いるじゃないですか。そうですね。あの人に王さんと言いましょうか。連れて行ってもらいましたね、1回。思い出しました、思い出しました。私もたまに王さんとかと一緒に行って。右上のところが温故知新っていう、これも、レストランなんですけど、ライブハウスっぽくなってて、駐在とか現地祭用の日本人の方とか、音楽やってましたね、バンド。この温故知新で行ったことないですね。イーリールーンのとこですね。イーリールーンの駅の、上海マートとか近いとこ。今もないんですけど。というか、この上海美術館も、温故知新も、RT ジャズも多分今もないんですけど。そうですか。ちょっと芸術系で固めてみた写真です。温故知新とか本当に、みんな知ってる場所だったと思うんで。この当時住んでた駐在員とか知ってるんでしょうね。私全然知らないですけどね。で、その次なんですけど、ここは旧日本人疎開のところで、ドールンルーのところにある、ラオデインっていう、カフェなんですけど、すごいレトロで、疎開だから当時の建築物とか残して、レトロな雰囲気で、中入ると、普通にコーヒー飲めたりとか、喫茶店ですね。喫茶店メニューみたいなのがあって、で、中でこう白黒の古い映画とかやっておお、て、見れるんですよ。これで、良一番さ右そうのやですつね。は古い映写機が、して飾られてあって、結構おしゃれですよ。食事は洋食なんですか、これは。洋食でしたね。スパゲッティとか、じそんゃあないい感でじすだったんね。で。またちょっと行ってみます。今もあると思いますね。一回また散歩とかで行っていたそうだ。ですね。一回撮影行ってみます。この辺、雰囲気があるんで、結構。この日本人疎開って結局私行ったことないですよね。そうなんで一すね。回もまだ老人公園前撮影行ったんですけど、この日本人疎開がどこかわからなくて、老人公園だけ行って別のとこ行って帰ってきてるんですよね、結局。上海大社の近く結構行かれてるじゃないですか。あそこから北の方に、少し北の方に行けば、本当にこの辺ですよ。この疎開の辺ですね。この方の。そうなんですか。行ってみます。で、次なんですけど、これは何でもない、その他の写真なんですけど、これ多分、
ゆうさんとか私とかで当時一緒によく食事とかしてたよ、はい、だって誰かの多分誕生日で、はい、あ写真ですね、はい、ちょっとさすがに顔は出せないんで、はい、あだけなんですけど、はい、あ覚えてますね、なんとなく食事したの、うん、でヤオ RR ヤオっていう1221っていうのが店の名前なんですけど、どこの場所にあったレストランですかね。ヤンアンシール、ヤンガオジャーのとこですね。はい、はいはい。リンシールとか近いところ。リンシール、はい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 。中山公園からちょっと行ったとこですよね、多分。そうですね。ヤンアンシールの1221号。はい。ですね。今でもあるのかな。それのと、うん、今もあると思います。今はあると思いますよ。はい。うん、で、上海料理メインなんですけど、はい。まあ私もユウさんもそんなに中国料理本格的なものは苦手なタイプじゃないですか、はいはい、でもこの上海料理ってまあ薄味だし、はい、結構ここの特にここのレストランの料理結構美味しかったんですよ、はい、なんで、うん、まあこのね動画見られてる上海在住の方とか出張される方とか、はい、ぜひ行って見てもらいたいのか、知ってる方は多いと思うんですけど、そうですね、うん、はい、一番右の写真はその入り口のところです、はい、赤条件、はい、まあ、今ちょっと変わってるかもわからないですけど、うん、もう私が独立した後の写真かな、うん、はい、もう住んでた時の写真ですね、2010何年ぐらいですか、3、4とか、うん、ああそれぐらいですかね、まだ、うんうん、まだ始めたばっかりぐらい、はいはい、次はでその次なんですけど、はい、これも場所忘れてしまったし、はい、レストランの名前も場所も忘れてしまってるんですけど、はい、ここレストランになってて、はい、小さいこう舞台みたいなのがあるんですね、はい、でこれ夜普通に食事しに行ったら、はい、こういうふうに寸劇じゃないけど、はい、こうやるんですよ、その舞台の上で。お、はい、で皆さん中国人なんですけど、はい、多分なんか演劇学校 か、はい、なんかそういう劇団の人だと思うんです。ちゃんとした、はい、うん、見ながら食べるっていう。そうですね。でなんか1920年代とか30年代ぐらいの、はい、を舞台にしたちょっと劇をやってくれる感じ。こういう格好とか見てたらそんな感じだと思うんですけど、はい、うん、うーん、今もあるんかな、おー、どうなんでしょうね、ちょっと場所を覚えてないですねあ、でも多分これ劇団を率いてる人がレストランやってたと思うんですよ、はい、でそこの劇団員の人をここに、はい、読んで出演させて、そう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 、一番左の写真のこのちっちゃい女の子とか子役の子なんですけど、はい、劇が終わるとお客さんに、はい、話しかけに行ったりとか結構人懐っことかあったんで可愛かったですね、おお、うん、まあ、こんな場所もありました。ちょっと本当残念なのが場所と名前がわからないんですけど、はい、もしこのね動画開いてる金融の方がいらっしゃったら、ね、分かる方あったらコメント欄でぜひ教えてください、はい、そうですね、はい、うん、じゃあ忘れてしまったんで、はい、うん、で次なんですけど、はい、一番左はこのワイタンにある有名なロングバーっていうバーです。おー、はい、バーロングって長い、うん、はい、うん、長いのロングなんですけど、おー本当に多分東洋一、当時かな、今もそうかもね、東洋一長いカウンターテーブルがあるバー、おお、そうかもしれないですね、おお、ビッグバー、まあ、ユウさんお酒飲まれないで行くことはないと思うんですけど、はい、ご旅行とかでね来られる日本人の方とか、はい、まあ、欧米人の方も結構いらっしゃるんですけど、はい、ああいうワイタンとかにホテル泊まって夜少し一杯だけとか言うんだったら、はい、行ってみても
ておりますね。そうですね。なんかこの辺結構バーありますよね。なんかどっかホテルの上からワイタンの夜景見れたりとか、うん、まあ、まあ、おしゃれスポットですかね、ワイタン。そうですね、うん、うん、真ん中の上の方の写真、はい、アロマっていうカフェがあったんですよね。これ昔、ね、場所がソンエンルーですか。これね、多分、うん、ユウさんとかと多分散歩してた時も、はい、に撮った写真なんじゃないかなと私は思うんですけど、これ、うんうん、こんなとこにこあのカフェあるなあ。多分ソンエンルーもう今ないですね。もう、うん、そこの場所自体も全部なくなってますね、多分。あ、じゃあこの店はもうないですね。ないですね、多分。うん。うん。うん、私も出張でしか行かなくなったし、ここに行かない、行ってないから、最新情報が分かんないんです。はい。うん。で、下がロストヘブンって言って、はい、まあ、結構有名なところで、うん、まあ、バー、DJ もいるバーみたいな感じで。どの辺にあるんですか、これは。ロストヘブンね、ちょっとロストヘブン、何ルーだったか。今でもありそうですか、それ。今もあると思いますよ。あるじゃないですかね。全然私聞いたこともなかったですね。私も最近も行ってないから、うん、最新情報わかんないですけど、うん、住んでた時はたまに行くって感じです。うん、とたまにですけど。で、右上は、はい、ユウさんも一緒に行ったことあるかもわかんないですけど、私の記憶近いだったら、はい、申し訳ないんですけど。シージャーファイエンっていうと、ね、席って書くんですけど、座席の席。いや、行ったことないですね、これ。うん、レストランですか。ジュール、はい、レストランです。僕、うん、も上海料理メインのとこで、はい、昔は多分レストランじゃなかったと思うんですけど、はい、周りにいわゆる紹介席とかの家があって、はい、で、まあ、多分どこかのお金持ちがここ、でリノベーションしてレストランにして、はい、シージャーファイエンって多分ジュールルーとか散歩してって、はい、なんかちょっと 入っていくとこにあるんですよ。道入っていったら、はい、こういうとこあるんで、うん、ちょっとまた調べて、まあ、うん、そうですね、ユウさんのお友達なんかと言ってもらえたら。わかりました、はい、はい、上海料理なんで、私もここ美味しいなと思ったんで。そうなんですね。大丈夫。一回ね、食レポもしたいなと思ってるんで、まあ行ってみますよ。はい。はい、うん。こういうお店の写真をちょっと並べてみたっていう感じです、はい。この右下の写真はこれは何ですか。あ、右下がそのロストヘブンの実際の、はい、あ、はい、中っていうか、うん、そうです、はい、ルーフトップみたいになってて、うん、はい、わかりました、はい。じゃあ次、でこれは、うん、まあ、うちはネタじゃあうちはネタの話なんですけど、はい、あの昔ユウさんと散歩行く時とか、はい、このお店に集合して行ってたりとかしてましたね。そうですね。ここで食べたりして行ってましたね。うん。グリーンハウスですね。なんか、そう、食べた後行ってたから、帰って、なんか、ゴールにしてたから、ちょっと、うん、両方あったもんような気がするんですけど。はい。まあ、なんか困ったら、ここからスタートみたいな。そうですね。グーベの万華広場にあったお店ですよね。我々共通の、ね、友人とか知り合いも結構ここに集まってご飯食べてたんですよね。はいはい、誰行ったらなんか誰か知り合いはいるみたいな状態な。そうですね。私もここで週2回ぐらい食べてましたからね、一時、うん、まあ、そもそもオーナーの方がね、うん、我々の知り合いなんで、はい、絶対この方もいらっしゃるから、はい、まあ、カレー屋さんでしたけど、カレーとかハンバーグでしたけど、結構美味しかった。そうですね、本当美味しかったですね、うんうん、うん、なんか暇を見つけても行ってたっていう感じです。そうですね、うん、で右が、はい、これも多分グリーンハウスなんですけど、昔このグリーンハウスって、はい、あの
どっかホテルの中でやってたんですよ。そうそうそう、このここが2号バンカ広場が2号店で、最初はなんかどっかの、あれハイトーンホテルかな、なんかの下にあったんですね。そう、中で、はい、そうそう、1階でやってて、その時に、はい、なんかイベントがあって、はい、こう女のチャイナドレス着てる人、女性で、まあ、有名な歌い手さんなんですけど、上海出身。そうなんですか。はあ、アミンさんだという人で、はい、日本語、日本にも住んでるか、日本のそういう事務所とまで、あの真面目と契約してるか、はい、なんかですね、日本語すごい上手で、上海出身 で、まあ、もちろん歌手なんで歌も上手いんですけど、はい、あのゆうさんご存知か分かんないですけど、大きな川と小さな恋だったかな、なんかそういう歌あるんですよ、はい、うん、またなんか YouTube で検索してもらえたら絶対聞いたことあると思う。お、はい、その歌歌ってたりとか、はい、あのサントリーの多分ウーロン茶とか、例えば日本の昔の歌謡曲を中国語で歌って、はい、あ、なんかありましたね、ウーロン茶の CM ですよね、うん、それ、うん、全部を全部歌っているわけではないと思うんですけど、はい、まあ、その中の何曲かは彼女が歌ってたりして、うん、でそのイベントがちょうどそのグリーンハウスでやったんで、はい、まあ、なんかそのオーナーの方が来てみてみたいなこと言われたんで、はい、なんて感じですね。お、うん、で右、その右のサックスを書いてる人は、あの温故知新とかでもプレイされてる有名な日本人の、上海でも有名なサックスプレイヤーの方ですね。ああ、そうなんですか。うん、うん、まあ、こんな写真があったって、はいはい、で最後なんですけど、はい、まあ、最後はちょっとなんか変わった、変わり種というか、はい、今見なくなったなっていう風なものを集めた写真ですけど、はい、一番左は、はい、あの偽札の写真ですね。はいはい、うん、これ2枚あって、はい、片方が偽札で片方本物なんですけど、はい、どっちが偽物だと思いますか？いや、これ分かんないっすね。意外になんかこの下の方が古く見せて実は偽札だったりするんですかね。あ、正解ですね。下が偽札なんですよ。あ、はい、うん、あれでも私の持ち物じゃないんですけど、はい、なんかセンシャルフーロンジャンル、まあ、フーロンジャンル沿いに昔ちょっとなんか入、それこそまだ通路入っていたところに、はい、あの鍋屋さんとか焼酎バーみたいな、おー、はい、ツアーになってて、はい、でそこの焼酎バーだったかなに入った時に、はい、あの偽札の話になって、はい、いや実は1枚このお店あるんですよっていう話になって、はい、なんで持ってるんですかって聞いたら、はい、いや当時まだその WeChat とかもなかったんで、はい、まあ、現金払いの時だったんですけど、はい、だからやっぱり偽札あのかどうか判断するために参考のために1枚だけ持ってるんですってこのお店の人が言ってて、はい、で見せてもらったんです、はい、うん、まあでも確かに結構もう昔は現金の時はお店の人絶対確かめてましたよね、受け取る時。うん、そうですね、100円札久しぶり見たんですけど、この写真、私も久しぶり見ました。なんかでも現金ってなんか紙に印刷したお金ってなんかなんていうんですかね、スマホ決済とかになれるとなんかすごい原始的なものを扱ってるなんか感じがしますね。そうですね、うん、昔は貝殻がお金だったとか。この写真の撮影の角度とかもあるんでしょうけど、はい、確かに偽札って言われたらなんかこの毛沢東のこの顔もちょっと違うような気がするし、はい、偽札の構造も違うし、なんか、うん、襟の襟首のところもなんかちょっと角度違うんかなって見えますね。はい、まあまあこんなものが昔、貸しって言っても本当にちょっと前までこんな感じでしたもん、ね、そうですね、確かに、うん、
で真ん中は私のオフィスの写真だった、はい、写真なんですけど、はい、これなんで撮ったかというと、あのすごい PM2.5 とか、はい、で昔上海結構こんな感じでスモッグがひどくて、はい、本当ひどい時はガオジャーとか乗っても100メーター先が見えないとか、はい、結構あったんです。ああそうですね、うんうん、今はだいぶ改善されてないんですけど、今は全然ないですね、うん、なんか今工場を運営してる人らに話聞いても環境基準とか日本より厳しいし、あれものすごい厳しいですよね。でなんか11月にあの輸入博覧会って最近3年ぐらい前からあるんですけど、あの前になるとちょっとひどい工場とか全部停止させられるみたいですね、うん、やっぱ空が青くなりますもんね、はい。まあ、当時でもあのお依頼さんとか、はい、航空品じゃないけど、はい、あのね、北京政府の偉い人とか来たら、はい、工場止めたりとか なんかしてましたもん。そうですね、うん、でも普段の上海は時々こんな感じによく曇ってるというか、うん、昔は良くなりましたね、特に冬とかは、うん、今はもう全然そんなことないですけどね、うん、まあそれを思い出すためにこんなんでしたっていう写真を紹介してましたことから、はい、はい。で右側2番目のやつは爆竹の当時、はい、春節前とか、はい、こんな感じで道端で爆竹売ってましたね。 ありましたね、本当春節前になったら2週間ぐらい前から爆竹屋がいっぱい道に出てましたよね、うんうん、これ多分漫画広場の辺だと思うんですけど、はい、うん、もう今はでも当時でもこの日あの道端で売ってもいいのかなって私不思議に思ってたんですけど、今はもう、そもそも爆竹自体が禁止されてるから、そうですね、売っても、うん、売れないと思うんですけど、あの時って本当よく火事にならないなと思うぐらいもうすごかったですよね。なんかそうですね、戦争の映像を見てるみたいな感じでしたよね。多分どっか別の国の人と電話してたらなんか銃声が聞こえるって言われてもおかしくないぐらいですよね、はい、煙もすごかったし、うん、そう、うん、まあでもこれなんか爆竹盛大にやるとまあファーザイっていうんですか、お金儲かるっていうんで、うん、私も株やってる友達となんかすごい6000発の爆竹買ってやりましたよ、うん、本当にこれもちょっと前までこんな感じだったんですけどね、はい、ああそうですね、売ってましたもんねこんな感じで、うん、はい、そうですね、今はもう絶対禁止ですからね、うん、うん、一番右下の写真は、はい、まあ、これもオフィスの前なんですけど、置いたところなんですけど、はい、雨が降って10センチ15センチぐらいかな、はい、浸水して帰れなくなってる、はい、時に写真ですね、はい、これもよく昔なんかちょっと水豪雨が降るとなんか道が川みたいになってましたね、うん、そうですね、結構排水が弱くて、はい、そうですね、うん、今はもう一日雨が降るとこういう風になる時がありましたね。最近全然ないですねこんなこと、うん、それこそ今年あの三峡ダムで、三峡ダムも今年言われてますけどね、重慶とか四川省とか洪水っていうの、上海全然何もなってないですよね、うん、うん、もうこんなになることも少ないですもんね。そうですね、うん、うん、特に中心の方は、はい、うん、いやでもなんかこうやって振り返ると10年ぐらい前でもかなり変わってますね。そうですね、まあ、全部が全部10年前じゃないんですけど、あ、はい、うん、まあ、中には割と最近10年から5年ぐらい前ぐらいですかね。そうですね、はい、いや私も出張でしか今行ってない状態なんで、はい、まあ、特に今コロナなんで、はい、行けないんですけど、うん、はい、いやでも
本当なんかいろいろ思い出しました、これ見て。そうですね。本当に、本当一昔前の上海って感じですよね。そうですね。なんかやっぱりまあ昔はデジカメもやっぱり画素も荒いし、動画とかそんなに撮れないあれだったんで、まあ、写真でこうやって。そういう、こういう画像の荒さもありますけど、やっぱりこう中国の方も雰囲気変わりましたよね、よう見る変わりまと。した。服装とかも変わってるし、今、なんて言うんですか、多分10年前とか女の人メイクしてる人、ほんと少なかったですけど、今だとみんなメイクしてるし、しかも中国のコスメが逆に日本でなんかちょっと話題になってたりしますからね。もう全然時代が違いますよね。所作みたいなのも変わってきてると思うんですよね。そうですね。意識。こういう雑多な上海が好きだったっていう私の中国人の友達もいますけどね。そうですね。まあ、そうですね。当時はね、外食しても結構安かったし、今だともうどこ行っても高いと思うんですけど。そうですね。もう物価は本当劇的に変わりましたよね。やっぱネットの利用率、ネット販 EC にしても、フーマーとかウーランとかしても、そういうのが発達してきてるから、もう生活随が分こう、変わってるでしょうね。もう激変してますね、これ。なん50か、年前と比べたら。日本って10年前とそんな変わってないと思う。まあ、日本もでもまあ、10年前アマゾンとかそんなみんな使ってたかっていうと、あれでしょうけど、でも、中国の10そん年なにの、言うほどはね、変わり方とは日本とは全然違うでしょうね。わかりました。まあちょっとこんな少し一昔前の写真で振り返ってみる。ね、そこう、うですね。私こんなとこ行ってましたとか、またコメントでどんたが書いてくれるそうとです嬉しいでね。すよ。皆さん、2010年とか2015年とか、まあ、それぐらいに上海にいたとかいう方いれば、なんか、もっと前でもいいですよそうね、ですもっとね。先輩。そうですね。それより前。ぜひコメント欄にお書きください。それでは、今日は、青木さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。